藤井春穂は、日本の官僚。過去に、日本道路公団総裁、副総裁、建設事務次官、駐車場整備推進機構理事長を歴任。宮崎県宮古の城市出身。東京都立都山高等学校、東京大学工学部土木工学科卒、東京大学大学院工学研究科土木、工学専攻修士課程修了。建設省入省後は、 議官として道路畑一筋に歩み、道路のドン、ミスター道路などと呼ばれた。道路公団総裁時には道路公団の民営化に抵抗し、さらに総務部調査役の片桐幸夫の内部告発により債務長過である財務諸表の存在が明らかになったが、藤井は一貫してその存在を否定した上に片桐を左遷したことで批判が高まった。 直後の小泉再改造内閣で就任した国土交通大臣の石原信明から促された辞表提出を拒否し続けた結果、2003年10月24日に日本道路横断法の規定によって解任された。解任取り消しを求めて東京地方裁判所に提訴したが、2006年9月6日に解任処分は相当であると、富士敗訴の判決が下された。藤井家は、 藤原鎌りの末裔とされ、江戸時代、島津家の家臣として幕末期には藩行を主催した。父、藤井正樹も、明治神宮外苑などを手掛けた土木技官。兄、藤井正春は、学徒出陣した海軍隊員で、1945年4月6日、神風特別攻撃隊第18万号隊の一員として、沖縄周辺の米艦隊への攻撃に参加し、 戦士、ありがとうございます。